今日もお疲れ様です。4種類の水泳の動きで二の腕、背中をすっきりとさせていきましょう。五十肩、顔のリフトアップにも効果あります。最初は体側のストレッチから。右手を真上に上げて、肘を背中にまっすぐと下ろし、左手で肘を持ってそのまま斜め左に伸びるようにして、右側の体側、二の腕をストレッチしていきましょう。体を曲げるというよりは斜め上に伸びるような気持ちで伸ばしていきましょう。続いて反対側です。同じように真上に上げた肘を持ち、右斜め上方向に伸びるようにして、左体側を伸ばしていきます。肘から二の腕、肩、肩甲骨、スーッと伸びていきます。息を大きく吐いてさらに伸ばしていきましょう。休憩です。次は背中のストレッチ、肩甲骨を寄せていきます。両手のひらを後ろで組み、胸を張って肩甲骨を思いっきり寄せます。組んだ手を少し体から離して左右に振ったり、いける人はさらに顎を上に上げて背中を少しだけ反らしていきましょう。反り腰になりすぎると痛めてしまうので、腰が反りすぎないように注意です。反るということよりも胸を上に上げるイメージです。休憩です。次は両手を真横に上げて回していきます。肩の高さで両手をまっすぐにキープ、回していきましょう。大きく回すほどに強度が高まります。無理のない範囲で挑戦していきましょう。Like you have a spark that leaves me burning. You just have your ways to get me high. 途中で反対にも回していきましょう。 You make all my dreams come true. It feels right when I'm around you. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way never thought anyone could you.準備運動はここまで。ここから水泳の動きです。最初はクロールの動きからです。両手を肩の高さで前でキープ、交互に大きく回していきます。できるだけ耳の近くを腕が通るように戻ってきましょう。肩甲骨をしっかりと動かしていきます。休憩です。
次は平泳ぎの動きです。両手は肩の高さをキープしたまま、両手を大きく開きながら肘を後ろに引いてまた前へと伸ばします。肘を引いた時にぎゅっと肩甲骨を寄せ、前に伸ばす時に肩甲骨を開きます。引いた肘はできるだけ体に近づけてから前へと伸ばしましょう。次は背泳ぎの動きです。背泳ぎの動きはクロールの逆バージョン。交互に大きく後ろへと腕を回していきます。この動きは肩甲骨をかなり意識できると思います。思いっきり背中を動かしていきましょう。肩甲骨がほぐれると肩こり五十肩だけではなく、なんと顔もリフトアップしていきます。休憩です。次は最後の種目、バタフライです。バタフライ、やったことない人が多いのではないでしょうか。両手同時に前から下を通って体の後ろへ両手を回し、手のひらを外へと返しながら前へと返ってきます。両手を後ろへ移るとき、胸を張り肩甲骨を思いっきり寄せて、できるだけ背中を寄せたまま両手を回して前へと戻します。やったことがない人もとにかく大きく両腕を背中を使いながら後ろに回していきましょう。お疲れ様でした。最後は少し難しかったですね。泳げない人もこうやった動きだけでも二の腕、背中が引き締まっていきますよ。また一緒に背中のトレーニングしていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。